どうぞしばらくの間お付き合いをお願いを申し上げますが、災い転じて福となるという言葉がございますが、実は私の災いというのがもう20年ぐらい前になりますけれども、腰痛でずっと苦しんでおりまして、まあまあ手術をしなくてはいけないとは思っていたんですが、話に伺いますと腰痛の手術というのは難しい、おっかないということを聞いていたもんですからためておりましたが、そのうちに道を歩いておりますと足がしびれ痛み歩けなくなっちゃうんですね。で5分か10分ぐらい休んでますと、まあまあ落ち着いてきますんでまた歩き出すというような、そんな生活を繰り返しておりましたが、一昨年の6月でございましたか、ある寄席の講座で喋っておりましたらば、落語を喋ってる最中に足がつっちゃったんですね。あの足がつるってのは痛いですね。首をつるより痛いですよあれは。でもこれはもうダメだと思って、いろいろと整形外科の先生と相談をいたしまして、昨年の5月に入院をして手術をいたしました。足の方はすっかり良くなったんですが、どうもまだ腰に響きがございまして、もっとも手術をする前に先生に言われました。歌丸さんはもう年齢的にも体力的にも 100% の手術は無理だから 60% にしといた方がいい。でも先生がそう言うんですからね、逆らうわけにいきませんからお願いをいたします。で今も申します通り 60% の手術で足は良くなったんですが、腰に響きがあるんで、先日もお医者さんに伺って、先生 60% の手術が済んだんですから残りの 40% をやってくださいって言ったら、それはダメだって言われました。でその時に私の手術はどうでしたと担当の先生に伺いましたら、歌丸さんの手術は楽でした、川の下すぐ骨でしたからって言われましたね。少しは身があるでしょうったら身はないって言われました。安物のカニみたいな体でございますけれども、しかしまあお客様方の中にもご経験者はいらっしゃると思いますが、病院ってな退屈なとこですね。あれは改革をすべきですね。だって何にもないんですから、周りにいるのは病人ばかり、パチンコ屋もなければ映画館もないし。でもそういう思いをして福となったことが一つございます。どういうことかと言いますと、まあまあ商売が商売ですのでしょっちゅう落語をしゃべっておりますが、あんまりこの落語について深く考えたことがない。ですからベッドで寝ながら随分落語に関することを考えたり、明日の日本の経済のことを考えたり、もっともこの日本の経済のことでは私は結論を出しました。日本の経済よりも自分のうちの経済の方が大事だということに。まあ落語のストーリーですとか、あるいは登場人物のこと随分考えましたが、で落語の中で切っても切れないものが一つあるということを感じました。どういうことかと言いますと、川柳と落語というものは切っても切れないご縁があるということに気がつきました。私たち噺家が一席このおしゃべりをします前に必ずこの枕というものを振ります。まあまあこういう回ですと花からネタが出ておりますけれども、寄席なんかはもうその日によってネタが違いますので、お客様の程度を試すために枕というのを振る場合がございます。つまり今日のお客様は勘が鋭いのかしら鈍いのかしら、でどこで聞き分けるかと言いますと、勘の鋭いお客様というのは今日のお客様のように落語を聞いて会場ですぐにお笑いになる、
これはもう勘が鋭い証拠です。勘の鈍い時は会場で笑わないで家へ帰ってゆっくり笑う方がよく、これまるでこっちに反応が分かりませんですから、でこの枕の中で必ずと言っていくらい一つや二つはこの川柳というものを引き合いに出します。狂わ話をしようと思う時には上路会の川柳、居候の話をしようと思う時には居候の川柳ですから、落語と川柳というものは切っても切れないご縁があるために、入院している時にうちに置いてございます古い川柳の本を持ってきてももらってこう目を通しました。でその時に気がついたんですが、川柳の中で一番多く題材に取り上げられているものに魔男というやつがございます。つまりこの貫通でございます。いや貫通ったって別にトンネルが掘り上がったわけでも何でもございません。でこれは今のことではございません、昔のことでございます。おかみさんがご亭主以外の男と関係を持つ、これが一番多く川柳には歌われておりまして、貫通を読んだ有名な川柳に町内で知らぬは亭主ばかりなりというのがございます。これはもう世界的に有名な貫通の川柳でございます。中には意味深なのがあります。魔男と亭主抜き身と抜き身なりというのがありました。まあ普段ですとこのまますっと次へ行くんですが、今日は特別にこの歌の意味をこと克明にご説明させていただきたいと思います。魔男と亭主抜き身と抜き身なり、今も申しました通り、昔おかみさんがご亭主以外の男と関係を持っている、そこへ何かの弾みでご亭主が踏み込んでまいりまして、魔男見つけた、重ねておいて四つにする、長いやつをぎらり引っこ抜いて抜き身を下げてるわけと、魔男の方も出し抜けですから何か抜き身を下げてるらしいんでございます。これ以上詳しくは申し上げられません、 NHK ですから。しかし立ってお聞きになりたい方がいらっしゃったら、後ほど楽屋の方へ来ていただきますと、終わってからしみじみご説明申し上げても結構でございますが、魔男は亭主の方が先に惚れなんというのがありました。おか、これは俺が面倒を見てるんだ、ああ年は若いけれどもなかなか気が利くんだよ、お前もこれからこいつ一つ可愛がってやっとくれよ。ご亭主にこう言われて、おかみさんがこれを悪く誤解して変に可愛がっちゃったなんという、昔は随分こういうことが数多くあったそうでございますが、ねえ新さん、お前さん何かい、私の手紙読んでくれたかい。おかみさん、あの手紙を読んだから伺ったようなわけなんですが、実は今日はおかみさんに折り入ってお話ししたいことがある。この人はやに他人行儀だね、お前と私の仲じゃないか、なんだいその折り入ってお話。分かってますよ、またお小遣いが足りないかなんか言いたいんだろう。そうじゃないんですよ、実は私とおかみさんとがこういうことになっちゃってる、これを世間の人に知れたらどうしよう、そう思うと近頃夜もろくろく寝てらんない。この人は男のくせに気が小さいね。新さん、お前さんが私とこういうことになってること世間の人に知れたらどうしよう、誰かに喋るかい。喋りゃしないだろ、私だって言いやしませんよ、あんまり世間から褒められることしてるんじゃないんだもの。
こういうことをしたからってお上から指示報奨がもらえるわけでも何でもないんですよ。え？いいえ、女中の方は大丈夫だよ。こういうものでこういうことになってるんだもん。お前は言わない、私は喋らない、女中はこれでこれになってんじゃないか、知れるわけないよ。大丈夫だよ、安心をしよう。知れなきゃ大丈夫だって言われちゃうとそれまでなんですが、ただ普段可愛がってもらってる旦那の顔に泥を塗ってるような気がして。お前がそんなに気を使うことはないの。いいえ、うちの人だって外へ出れば適当に羽を伸ばしてますよ。知ってるよ、知ってるけど、そのことについてこれっぽっちも言ったことがないんだから大丈夫だよ、安心をしよう。けど私、近頃旦那の顔がまともに見られなくなってきちゃったんだね。この人は二言目には旦那旦那ってやんに、旦那をとっこに取ってさ。分かった、新さん、お前さん本当はそうじゃないね。他にいいのができたんだろ。で、私みたいなおばあちゃんは邪魔になるからぽい。ああ、分かりましたよ。お前さんがその気だったらその気でいいよ。私にだって覚悟があるからね。今までのこと全部うちの人に喋っちゃうから。私が嫌だ嫌だって言ってんのに、新さんが無理に押さえつけて、そんなこと言われたらえらいことになる。バカだね、この人は。いいやしませんよ、安心をし。いいかい、新さん、よくお聞き。私だってこういうことをずっと続けていこうってんじゃない。お前に真から好きな人ができた時にはのしをつけてきれいに別れてあげるの。それまでのことなんだからさ、そんなこと言わない。お前うなぎが好きだったね。奥に支度がしてあるんだよ。離れてないでさ、もっとこっち泳ぎよ。ねえ新さん、ほうなんか花のうちは二人でもってガタ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 なんか言ってたんですが、しばらく経ちますとこれが含み笑いかなんかに変わったり何かして、いよいよこれからクライマックスという時に、おい今帰ってきたよ。帰らないつもりだったんだが用が早く済んだんで帰ってきた。あげとくれ。寝ちゃったのかい。おい、あたしだ。あげないか。おかみさん大変です、旦那がお帰りになりました。ほーら言わないこっちゃない。だから今日は私はここへ来るの嫌だって。そいバカだね新さん、この人は何を同じところをぐる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 回ってるんですよ。ふんづまりの賃じゃありもしない。柱へ登ってどこ行こうってのお前さんは。そっち行ったってダメだよ、こっち行くんだよ。大丈夫だよ、後で私がよく話をするからね。わざとはばかりの音をギーバターンと外に聞こえるように響かしといて、今まではばかりへ入っていて手間取ったということ。スッと開けることのできる戸もガチャ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 掛け金を音を表へ聞かしておいてから、お帰りなさいまし。いや、お帰りがないと聞いてたもんですから、ちょっと頭が痛かったもんですから横になってまして。いえいえ、もう大丈夫です。お飲みになるんでしょ。ただいまお支度をしますから。ああびっくりした、ああ驚いた。まさかあそこへ帰ってこようとは思わねえやな。よかったよ、見つからねえで。見つかりゃあんまりいい格好じゃないよ。それまた一枚で着物を小脇に抱え込んで、しんしおめえそこで何やってんだ。借り物競争の練習です。んなバカなことは言えないよ。
虫が知らしたんだね、今日はよっぽど行くのよそうと思ってたんだよ。考えてみると昨日今日虫が知らしたんじゃない、だいぶ前から虫が知らしてた。この間も友達に言われたよ、しきし、バカにここのところ顔の色が悪いけれども変なことに首突っ込んでんじゃねえのか、寿命縮めるぞかなんか言われたんだよ。あの時から虫が知らしてたんだよ。なるほど、から悪いことはできねえ。やめた、やめた、踏ん切りはついた。ああ驚いた、もうよそ、さあ家帰って寝よう。忘れ物はねえだろうな、タバコ入れは持ってきたと、紙入れ。しまった、紙入れあそこのうちの火鉢の横に置いてきちゃったよ。おい、あの紙入れはあの旦那からもらった紙入れ、めっかっちゃったら留守に誰が来たったの一目瞭然。しまった、あの紙入れの中にはおかみさんからもらった手紙が入ってんだよ。今日うちの人が帰ってこないから泊まりにいらっしゃいかなんか。さあ大変だ、今のうちに逃げちゃおうかな。今から逃げ出したら明日中には太平洋横断できるもんな。しかし紙入れがめっかったって決まったわけじゃない、見つかんねえの逃げちゃっちゃバカバカしい、何か調べる方。そうだ、明日の朝早くにあそこのうち行ってみよう。おはようございます、なんだてめえは新吉か、ずうずうしいもんだ、ごめんなさいってそれから逃げたって東京湾は横断できるもんな。黙って逃げちゃ卑怯だ、たとえ一言でもごめんなさいって謝った方が会心の情が見られる、情状酌量の余地がある、運が良ければ執行猶予がつく、もっと運が良ければ無罪になる。俺の考えは正しいぞって、正しくも何ともありゃしませんでした。家へ帰ってまいりまして布団へ入ったんですが、こらん寝られるもんじゃございませんでした。ドキ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 している、やっとうとうとと寝ついたかと思うと、お閻魔様に血の池地獄かなんかにバーンと放り込まれる夢を見て、パッと目が覚めたり何かして、はあ、はあ、はあ、驚いた、寝らんねえな、寝たいけど寝らんねえや、いつからこんなことになっちゃったんだよ。そうだ、考えてみるたら去年の夏だよ、俺の商売が貸本屋って商売なんだ、だから旦那から注文を受けちゃしょっちゅう本を届けてたんだよ。だから去年の夏おかみさんが夏風邪ひいて寝込んじまったって聞いたもんだから見舞いに行ったんだ。だからおかみさんがね、新さん、私もただぼーっと寝てんの退屈でしょうがないんだよ、私にもなんか本を持ってきておくれよ。で私はうちの人みたいにあんな剣豪もんだのなんだのってぶばったものは嫌だよ、あんまり筋がないやつで読んですぐわかる、肝心なところが点々点々ってなってるような、そういう本持ってきておくれ、わかったね。ちょうどあの時人に内緒の本が一冊あったんだよな、でそれ持っておかみさんとこ行って、実はおかみさんこういう本がありますがったら、おかみさんがそれこう見てて、やだよ新さん、私にこんな本見せてバカにすんのにも程がありますよ、ぶつけんのかなと思ったら枕の下にしまっちゃったんだよな。しばらく経ったらピカッダーッ雨が降ってきて、ガラ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 ピシーッと雷が鳴ってきた。たらおかみさんが、新さん雷様が鳴ってきて怖いから蚊帳つっとくれ、
ずいぶん古風なことするなと思ったけど、おかみさんの頼みだから開発って、たらおかみさんが中へ入って桑原桑原がなんか唱えてんね。でこっちだって気味が悪いから座敷の隅の方でこうやって頭抱えてたの。たらおかみさんが蚊帳の中から俺の方を見て、ねえ新さん、そんなところにいて雷様におへそを取られるといけないからこっちお入んなさいよ。でこっちだって気味が悪いから中へ入って、たらおかみさんが俺の顔をじーっと見てて、ねえ新さん、二人でお相撲を取ろうか。男が相撲を取って女が相撲を取っちゃいけないって方法はないだろ。で私が大関でお前さんが十両だよって、そんなわけのわかんない話はないっつったよ。なんだって女のおかみさんが大関で男の私が十両なんですって、私の方が腰の使い方やなんかが慣れてるから、うめえこと言いやがったなと思う。発狂に残った残ったってやってるうちに浴びせ倒しで負けたんだよな。決まり手が悪かったね。あれはおかみさんの体がバーッと向かってきた、表へから外そうかなと思った、瓶漬けの匂いがプロンとしてきた、おかみさんの手が俺の中に、うん、ね、俺の手がおかみさんの中に、ねえ寝らんねえなあって寝られるわけはない。一晩中悶々としておりました。やがてカラスカーで夜が明ける三三午後、人が出盛るようになってから新吉は旦那の家の前までやってきたんですが、こら入れるもんじゃございません。敷居が高うございます。ましてや入るきっかけなんてのは何にもないんですから、うちの前を行ったり来たり行ったり来たりしておりまして、誰だいそのさっきからうちの前行ったり来たりしてんな、目まっ苦しいな、減るんだったらそっと減っとくれよ、誰なんだい。おはようございます。新吉じゃねえか、こっち減れよ、こっち減れよ、おい後を閉めなよ、開けさせておいてください。ことによると駆け出すようなことになるといけませんので、風が吹くから閉めろってんだよ、そこに座れ。新吉、おめえそんなこっちゃしょうがねえじゃねえか。ごめんなさい、二度としませんから勘弁してください。俺の頼んだ宮本武蔵の本はどうなったんだよ。巌流島でちゃんちゃんバラバラ、あの本はどうなったんだい。本ですか。あ、本ですかってやな、忘れちまったのかい。商売っ気のねえ野郎だな。こっちはな、今日持ってくるか明日持ってくるかと思って楽しみにしてたんだよ。先を読ましてくれねえってと、俺は前の筋をみんな忘れちまうんだよ。もっと商売っ気出せん、本当に。なんだよ、バカに顔の色が悪いじゃねえか。体の具合でも悪いのか。丈夫です。商売の結末期か。順調です。おかしいじゃねえか、何があって。体が丈夫で商売が順調で、おめえは人をしくじるほど酒は飲むわけじゃなし、勝負ごとに手を出すわけじゃなし、あと残ってんのは何だこれか。無理はね、無理はね、なりが小綺麗で金遣いが綺麗で、その男っぷりと来てるんだ。女をほっとくわけはねえやな。どんな女ができたんだよ、言ってみなよ、言ってみなよ。飲み屋の女かなんかといい仲になったのか。そうじゃありません。まさかおめえが森っ子に惚れるわけやねえやな。よまちゃん、
いよいよ年貢の納め時、俺に高砂屋かなんかを頼みに来たとこういうわけか。そうじゃありません。はっきりしねえ野郎だな、この野郎は。これこれこう、新吉、俺はおめえに一言言っとくけどな、いいか、主ある者には手を出すなよ。おめえはいいか分かんねえけど、相手はかわいそうだ。手遅れです。できちゃったのか。しょうがねえ野郎だな。相手はどこの神さんだ、お宅のか。いやいや、何でもないです。お尋ねでございますからお答えをいたしますが。妙な言い方だな、おい。普段可愛がってもらってる旦那の神さん。よくあるってやつだ。でどうして。で実はそのおかみさんから手紙をもらったんです。今日うちの人が帰ってこないから泊まりに来いっていう手紙をもらったんです。で何かおめえがいい間のふりしてのこのこ出かけてったとこういうわけか。でどうして。だから帰ってこないって言ってた旦那が途中で急に帰ってきちゃったんです。バカね、おい。おめえだってそういう危ねえ橋を渡ろって時にはよく下調べをしてから出かけるもんだ。じゃあ何か、その旦那にめっかったのか。見ましたか。なんだい、見ましたかってのは、俺が聞いて、いや、なんとかうまく逃げたんですが、そこのうち紙入れ忘れてきちゃったん。旦那からいただいた紙入れなんで、その紙入れの中にはそのおかみさんからもらった手紙が入ってん。バカだね、おい。そういうものをもらって読んじまったら破いて捨てちまうとか焼いちまうとかどっちかにするんだよ。じゃあ何か、その手紙を読まれたのか。読みました。いちいち話はぐらかしたような人が何客じゃねえんだよ。新吉が来たんだよ。おめえもこっちに来なよ。面白え話持つだこいつが。女ができたんだしさ、普段可愛がってもらってる旦那のかみさんといい仲になったんだと。そのかみさんから手紙もらったんだと。今日うちの人が帰ってもらえから泊まりいらっしゃいかなんか、野郎いい間のふりしてのこのこ出かけてったら途中でその旦那が帰ってきたってんだよ。で慌てて逃げるはずみにな、そこのうちに紙入れ忘れてきたんだと。おめえも知ってのとおり、俺がやった紙入れで、その紙入れの中にはその手紙が入ってんだと。野郎、読まれたんじゃねえか、バレたんじゃねえか。青くなってガタガタ震えてやんだよ。新さん、この人はまあ朝っぱらからくだらない話を持ってきてさ。何を言ってんだよ、いいかい。亭主の留守にお前のような若い男を引っ張り込んでおいしいことをしようっていう女じゃないか。私はそこに抜かりはないと思うよ。お前さんならお前さんを逃がしておいてすぐに表の戸を開けると思うかい。私はそうは思わないね。元の部屋に取って返して何か忘れ物はないかとよく見回して、そんな大事なものがあったら命取りじゃないか。しまっておいてさ、後でそっと新さんに返すと思うよ。ねえお前さん。そうだとも。よしんば、そこに紙入れがあったってかかあで取られるような亭主じゃねえか。そこまでは気がつかねえだろう。どうぞ本年もよろしくお笑いのお付き合いをお願いを申し上げます。人それぞれに思い出というものがおありになると思います。今日お見えのお客様にはお客様方なりの思い出、私には私なりの思い出がございます。じゃあ歌丸、お前の思い出はどういうのだと聞かれますと、10年前まではおでこのここまで毛があったというのが思い出でございます。あんまりいい思い出じゃございませんでした。前座から2つ目になりまして、まあ真打ちになるぐらいまででしたな。質屋が良いなんというのも随分いたしました。特にボンクレのお付き合いというのをしなくちゃいけませんですから、と質屋さんへ行って品物を預けてお金を借りてくる。
もっとも品物ったってろくなものはありゃしませんでして、金の延べ棒が一トンあるわけでも何でもございませんですがね。一番手っ取り早いのが、私たちがこの作業着として着ております紋付きの羽織袴でございます。これを持って質屋さんへ行って、いくらかのお金を借りて、それでお付き合いを済ましたという。で、仕事が来ましてお金が入りますと、利子と元金を払って受け出してくる。お金のない時には利子だけ届けておきませんとね、預けた品物が流れてしまいますんで、これを利上げと申しますけれどもね、随分そういう思いをいたしました。決まりが悪かったですね、質屋さんへ入ります時。で、特に出る時なんというのはね、一番決まりが悪い。誰か知ってる人に会いやしねえかってね、泥棒猫がサンマ狙うような目つきして、道の左右を見回して、人が途切れたなと思うとスッと出てきた覚えがございます。入ってく時だって決まりが悪かった。で、私はある公益の質屋さんの親父さんに言われた覚えがございます。歌丸さん、自分のものを自分で持ってくるんですから誰に遠慮することがありません。もっと堂々といらっしゃいと言われました。私はこの言葉は嬉しかったですね。その次に行った時に堂々と行きました。質屋の玄関ガラッと開けて、また来たんですなったら、そんなに威張ってくることはねえと怒られたことがありましたけどね。まあ世の中が不景気になりますと質屋さんが繁盛をする。これはもう今も昔も変わらないことだそうですけれども、番頭さん、番頭さん、どうさま、お呼びでございますか。こっちお入りください。私はね、今朝方でした、上井戸行きましてね、変な噂をちらっと耳にしたんですがね、番頭さん、お前さんはうちの三番蔵のことについて何か噂を耳にしたことありませんか。ほうほう、私は一向にそういう噂は聞いておりませんですが、三番蔵のことと申しますと、夜な夜なうちの三番蔵に化け物が出るという噂が広がっている。これは穏やかじゃありませんよ。うちののれんに傷のつくような噂ですよ。穏やかじゃない。さあ、そこで番頭さんにお願いがある。お前さん、今晩どういう化け物が出るか暗い入って見定めておくれではないか。私は、なかなかお世話になりました。本日ただいま限りお暇を頂戴をいたします。なんだいきなりお暇を頂戴いたしますってな。江田様の前でございますが、私は昔から化け物と人参が大嫌いな性分でございまして、変なものと一緒にしなさんな。まあ、お前さんの前だけれども、私が考えるのは、もしも出るとすれば、これは、品物の気が出るんじゃないかと思うんですがな。ほほ、品物の気が出ると申しますと、まあ、わかりやすく話をしましょう。長屋のおかみさんなら、長屋のおかみさんが、帯が一本欲しくなったとする。ご亭主にねだっても買ってくれる見込みがないというので、自分でへそくりを貯めて買う。まあ、例えば旦那の寝酒を500ぐらい買うところを、300ぐらいにしておいて、残った200を戸棚の隅の方に竹ずっぽうを釣っておいて、この中にカラカラストーンと入れる。おかずを300買うところを半分にして、半分をこの竹ずっぽうの中にカラカラストーンと入れて、やっとお金を貯めて、帯を買ってやれ嬉しやと思ったのもつかの間。何かの事情でもってお金がいることがあって、その帯をうちに質入れして、未だに受け出せないでいるか、運悪く流してしまって、己あの質屋めという、そういう気が出るんじゃないかという、私は思うんだがね。たとえそれにいたしましても、私一人で暗い入って化け物を見定めるというのは、そう、お前さん一人じゃ気味が悪いだろうから、誰か強い人を知っていたら、その人に頼んで一緒に入ってもらったらどうだ。誰か番頭さん強い人を知らないかい。強い人知らないか言ったってね、私のうちに荒木又右衛門が親戚にいるわけでも何でもございませんでして、いかがでございましょう、出入りをしております熊五郎では。熊さんかい、いいところに気がついた。あの人は何でもこの背中に彫り物を彫ってる。いつでも強い強いという自慢をしている。番頭さん、いいところに気がついた。じゃあすぐに熊さんを迎えにやろう。いいよ、お前さんが行かなくたっていい。佐々吉や、佐々吉や、なんかご用ですか。あ、お前ね、すぐにあの熊さんのところに行って、私が用があるからすぐに来るように言って、行ってらっしゃい。三番蔵のことですか。
気味の悪いやつだな、こいつは。さてはお前、そこで立ち聞きをしていたら、泣き読みの悪いことしません。座って聞いてました。同じことだな。第一、お前はおしゃべりだから余計なことをベラベラ喋るんじゃありませんよ。ただ、私が急いで来いと呼んでるとそれだけ言えばいいんだから。余計なことを喋りなさんな。早く行ってらっしゃい。うるせえな、うちの旦那ってのはね。あたいの顔さえ見りゃポン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 、小言ばっかり言ってんだからね。しばー熊さんいますか？うん、佐藤くんじゃねえか。そして珍しいな。何か用か？旦那が呼んでますよ。おう、じゃあ後で行こう。後じゃダメ。すぐにこいつってますよ。早く行かないと雷が落ちるよ。急いでんのか？急いでる。早く早くってますよ。早く行った方がいい。ちょっと待って、一緒に行こうじゃないか。おか、棚から向けが来た。ちょいと出かけてくるからな。そっちならその反転貸してくれ。よし。お、またしたな。行こうじゃねえか。ちょっと、サラダと待て。え？ダンツク何か？怒ってんのか？怒ってんのかよ。怒ってる。カンカンなと怒ってるよ。おのれあの熊五郎ってね、身震わして怒ってたよ。脅かすのは本当かよ、おい。で、タンツク何を怒ってんだよ。何を怒ってんだよ、ちょっと。言っちゃいけないって言われたんだもん。言えない。なこと言うなよ、おい。俺とおめえの仲じゃないか。え？どういうことで怒られるってのは、前もっておめえ頭に入ったら、これこれこういうわけでってんで言い訳がつくじゃないか。いきなりバーって言われたんじゃ言い訳もつかねえじゃないか。教えてくれよ。教えてもいいけど、ただじゃ嫌だ。この野郎、人の足元見つかしがんな、ちくしおめ。よし、おめえの好きなもの買ってやろう。あた、芋ようかんが食べたいんだよ。変なもんが好きだな、おめえは。よし、芋ようかん売ってたら買ってやろう。あ、そう。後ろに売ってるよ。見当つけてんな、おめえは。しょうがねえやろだな。おう、すまないけどな。その小さい芋ようかん一本。小さいの一本じゃダメ。大きいの三本。よくの深いこと言うなよ。大きいの三本だって一人でいっぺんに食えるわけねえじゃねえか。あたい一人で食べるんじゃないんだよ。隣の岩丼に普段世話になってるからね、半分分けてやんの。おめえ人のもんでギリシなさってんだよ。しょうがないな、ほんとに。じゃあその大きいやつな、三本包んでくれ。うん。いくらだ？あ、わかった。わかった。じゃあ銭はこういたぞ。ほら。どうもありがとう。で、ダンツク何を怒ってんだ？あのね、帯買ったんだって。誰が？長屋のおかみさんが。うん。お酒買ったんだって。うん。おかずも買ったんだって。うん。竹ずっぽうがあるんだって。うん。カラカラストーンとの。うん。終わり。よしよ、おい。それ何が何だかわけはわかんねえじゃねえか。あたりもよくわかんないんだよ。旦那がよく知ってるから旦那に聞きなよ。どうもありがとう。こんにちは。悪い野郎だね、おい。一杯食っちゃったよ、本当に今。一杯食っちゃったんじゃねえ。三本食われちゃったんだよ。けど妙なこと言いやがったの。酒？おかず？待ってくれよ、酒を。しまった。あのことがバレたんだよ。いや、いつかバレるんじゃねえかとは思ってたんだけど、こう早くバレようとは思わなかった。ほら、怒らな。怒ってんじゃしょうがねえの。いた、謝っちゃう。お辞儀してらな、小言なんで頭の上飛んでっちゃうからな。これ、ついていかなくちゃいけねえ。旦那、お届かけして、熊五郎でございますが、熊さんかい？体操遅かったね。あいつが。いえいえ、旦那ね、お腹立ちはごもっともでございますけれどもね、何におっしゃるの？いえいえ、わかったです。足が今日呼ばれたの。いえいえ、旦那そう言いますけれどもね、足だってわかってるんですよ。これは言いわけじゃねえん。悪気があってやったわけじゃねえんですけれども、足の言うことを一言聞いてもらいて、酒のことでございましょ？わかってるんですよ。あの酒のこと。うん。前に、
棚に法事がありました。であしは手伝いに来ててね、終わった後でもって大きいおどんが寒ざましだったんですが一杯出してくれたんですよ。何たかが寒ざましじゃねえかと思って一杯飲んだところが、これがバカにうまい酒、こういううまい酒を飲んでるってえと75日寿命が生き延びるんじゃねえかと思ってたね。でもう一回ああいういい酒が飲みてえなと思ってる時に、蔵は片付けるから手伝いに来いってんで使いぼらったもんですからね、明日はこの棚に飛んできて蔵に入ってみるってえと隅の方に小木かぶりが3本積んであるん。さあそれからお清殿に聞いたん、あの小木かぶりは何だったら酒だってん。酒は分かってるけど大層豪儀じゃねえか、小木かぶりが3本。ただお清殿が言うのには、うちの旦那という人が酒の体操をお好きな方、親戚の方やなんかが来た時に飲んでいて途中で亡くなるといけないから、いつでもああやって3本ぐらいは用意がしてあるんだとこう言うんですよ。いくら旦那が酒が好きだったったってね、このかぶり3本いっぺんに飲めるわけじゃなし、大地取っといて古くなっちゃ味が落ちちゃいけねえと思って、それからまあ大八車持ってきて酒樽一本積んで蹴ったとこういうわけなんですが、旦那ね、決してあのね、悪気があってやったわけじゃねえんでして、酒のことでございましたら一つご勘弁のほど。熊さん、お前さんかい、あの酒樽持ってっちゃったの。未だに探してる最中ですよ。こら驚いた。あのね、熊さん、今日来てもらったのは酒のことで来てもらったんじゃないんだよ。あ、じゃあ、たくあんのことでございますな。旦那ね、あら決して悪みがあってやったわけじゃねえんですよ。え、足が前にね、この棚の周りいろいろと片付けてる時にね、うん、お清丼がね、お茶を入れてくれたんだ。で、何にもないけれども、たくあんですけれども、熊さんお上がんないよって出してくれた。何、たかがたくあんじゃねえかと思って、一切れ食ったところが、これがバカなんまた。ああいういいたくあんをもう一遍食ってみてえなと思ってる時に、物置片付けるから手伝いに来いってんで、向かいもらったもんですから足は飛んできてね、物置減ってみるってえと樽がずっと並んでる。さあこれからお清丼に聞いたんだ、なんだったらたくあんだって。たくあんだって一樽や二樽じゃねえじゃねえか、あんなにたくさんのたくあんどうするんだったらば、うちは大所帯、あのくらい樽だってなければ間に合わないんだってこう言いますからね。いくらね、大所帯であれだけ投げりゃいけねえったって間に合わねえったったってね、朝から晩までたくあんかじってるわけにはいかねえし、まあ古くなっちゃっちゃ味も落ちちゃいけねえと思って、それからまあ大八車持ってきて、たくあんの樽8本ばかり積んでうちに持ってけったとこういうわけでして、旦那決してあらね、悪気があってやったことじゃねえんでしてね、たくあんのことでしたらどうぞご勘弁のほど。あのたくあんもお前さんかい、あの樽も未だに探してる最中ですよ。熊さん、今日来てもらったのはたくあんのことじゃないんだよ。じゃあ味噌のことでございますか。お前さん、いろんなのがあるんだね、お前。あのね、よそでそういうことをすると、下手をすると手が後ろへ回るよ。とんどね、よそじゃ決してやらねえ。なんか持ち出すのは旦那のとこと決めてますから、そんなこと決めないとって、お前。まあまあ、そういうことで来てもらったんじゃない。熊さん、お前さんに一言聞いとくけれども、体操強いんだってね。旦那。面と向かって熊さん、お前は大層強いんだねって聞かれて、へえ、旦那足は強がスターなかなか言えませんよ。自慢じゃねえけれども、右の腕には上り流、左の腕には下り流、背中にはおかめとひょっとこが相撲を取ってる絵が描いてある。喧嘩の時なんざ、もろ肌脱ぐってえと、てげえのやつはこれ見て蜘蛛の子散らすように逃げてきますな。まあ、自分の口から強えた、なかなか言えねえもんですがね。さあ、その強いところでお前さんに頼みが。実はね、うちの三番蔵、ふんふん、雨漏りとかあった。じゃあすぐに屋根屋の方に手を回して。そうじゃないんだよ。落ち着いて聞いとくれ。熊さん、うちの三番蔵、昼間は何でもないんだが、世間が寝静まって夜もしんしんと吹け渡る、牛蜜時分になるとね、熊さん。お前さん、調子が変わったね、お前。毎晩化け物が出るって。
こんな噂が広がったんじゃうちののれんにも傷がつきますよ。お前さんすまないけれども今晩ねどういう化け物が出るか蔵へ入って見定めておくれではないか。へそういうことでましたら一遍うちへ帰りましてかかあ子供親戚を呼んで相談をして改めてご返事に上がりますんでちょいと待ち。お前さんそのままうちに帰っちゃうと頭が痛いとか腹が痛いとか言って二度と再び出てきそうもないね。あのね熊さんお前さん一人でもって蔵へ入ってもらうんじゃないんだよ。連れがいるんだよ。連れがいるんすか。さんならそうと早く言ってくれんだよ。連れってのは誰です。うちの番頭さんですよ。あそう棚の番頭さんってのは強いんですか。さっからお前さんの後ろでガタガタ震えてるよ。どうもさっから細けい振動が体に伝わると思ってたんだ。まさお前さん大丈夫だろうね。私は熊さんだけが頼りだからねよろしく頼んだよ。うちへ帰ることもできませんでそのままずっと棚に居続けております。やがて夜がだん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 透けてまいりましてただいまの時刻の12時ぐらい。お清やお清支度はでしたかい。じゃあこっち持ってきてあげな。うん、ああ食材も一緒に持ってこなくちゃいけませんよ。番頭さんに熊さんお清が気を利かしてお膳の上にお酒と食べるものをねこしらえてくれてあるから眠気覚ましにこれちびちびやってておくれ。うん。で飲みすぎて寝ちゃっちゃいけませんよ。でお前たちもいきなり暗い入んのも気味が悪いだろうから蔵の前の離れにねあそこに見張りをしていておくれ。いいね。ここに食材もあるから。で熊さんと番頭さん頼んだよ。承知をいたしました。熊さん、あのね、お前さんそれお膳持ってきておくれ。私はこの食材を持ってっから。いいね。え、じゃあ旦那ちょいと行ってまいりますんで。え、熊さん、後についてきておくれよ。後ろからそうやって押しちゃいけませんよ。ここが離れ。待ちなさい。待ちなさい。いきなりこの離れの障子を開けて、今日は蔵の方よりも離れの方にいようじゃないかってんで、座敷の真ん中に化け物が座っているところをいきなり開けて、頭からガブッとやられるとえらいことになるか。いるかいないか見定めて、それからね、入ろうじゃない。ちょっとお待ち。そこんとこ開けといておくれ。いいかい。熊さん、大丈夫だよ。お入りか。ばさんね、こんなことはバカバシってしらふりやっちゃいらんねえや。着付けのつもりで持ったらガーッとこれ一杯引っ掛けちゃうじゃねえか。晩さんどんどん飲んだ方がいい。え、あそうか晩さん酒も飲めなかったんだね。結構だったんだね。じゃあすみませんけどねあちらねちょいと先に一杯いただきますからね。こんなちっちゃいもんなんかどうぞ。あこの湯飲みじゃんがあるこの湯飲みじゃんと思ってねすみません気を大きく持たなきゃこんなバカバカしいことやっちゃいらんねえあんたね。じゃあ晩さんねすみませんけどちょいと先にいただきますんで。えここはうまいかい、うまいかい、味なんか何もわかんねえ。ただ水がスーッと入ってるだけのもんだ。晩さんね、酒飲めねえんだったらね、膳の上にあるものどん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 食っちゃった方がいい。なるだけ早めに食っちゃった方がいいよ。ことによるとこれがこの世の食い納めになるかわかんないから。お前はそういうことを言うんだろうね。熊さん、私お前に一つ頼みがある。な、もしもだよ、化け物が出たらばいきなり出たって言っちゃっちゃいけないよ。私が腰抜かしちゃうといけないから。化け物が出たなぁと思ったらば、でーっと伸ばしといておくれ。で、私が店の方に逃げ切ったなぁと思ったらば、たーな、バカなことは言えるわけねえじゃねえじゃん。怖い怖いと二人がガタ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 震えながら、離れに座っておりました。やがて夜がだん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 更けてまいりまして、草木も眠る牛蜜時分、三番蔵の方で、ピカッ光り物がした途端にドカーン出た。ほーら言わないこっちゃない。だからいっぺんに言っちゃっちゃダメだってそれだろ。クマさん私は腰が抜けちゃったよ。腰が抜けちゃったよ。バンサも抜けたのかい。足も抜けちゃったんだ。お互いに抜けましておめでとう。そんな夜中に年始に来るやつはないよ。何が出たんだから見に行こうじゃないか。責任がございますから二人が這いずって蔵の前まで参りまして、こわごわと蔵の戸前をスーッと開けますと
大門大門こなた小柳そこを見合ってまだよまだよ班長に残った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 パッサンパッサンへえなんだよ帯と羽織が相撲を取ってんね桑さんや旦那のおっしゃった通り質へ預かった品物の気が出てるあの帯と羽織はねある相撲取りから七物に預かったものなんだよ恐ろしいことがあればあるもはっバサあれをご覧なさい指差す方を番頭がひょっと見ますと棚に乗せてありました一服の掛け軸がスル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 と下がったかと思うと中に描かれておりました菅原道真公天神様が梅の小枝を持ってそれに刺してスこち深場匂いよこせよ目の花主なしとて春菜忘れそうそちがこの家の番頭かうえ藤原方に参り利上げをせえと伝えてくれマロもどうやらまた流されそうじゃお付き合いのほどお願いを申し上げますがよく生活の知恵ということを言いますがまあ物のあります現代と比べてみますと昔の方がこういうものを活用した率というものが大変多いようでございます戦中でございますが田舎に疎開をしておりまして実際にこの目で見たんでございますが天井の板の隙間ですとかあるいはカモイのところに栗の伊賀がこう置いてありましたこれは不思議に思いましたで聞いてみましたらばネズミが出てくるのを防ぐためにそういうところに栗の伊賀を挟んだ置いたりこの置いといたりしたんだそうですなネズミだって栗の伊賀の上乗っから痛いに決まってますからね、これは生活の知恵でございますでお芝居ですとか映画で見ますと昔はこの旅人が鉄鋼脚板というものを身につけまして旅をいたしますまあいろいろの色もあるようでございますが紺の色というものが鉄鋼脚板には一番多いようでしてでどういうわけで紺の鉄鋼脚板をつけて旅をするのかと思いましたらば蛇長虫でございますね蛇というものは愛の匂いというものを大層嫌うものだそうでございますそれがために紺の鉄鋼脚板つまりこの蛇よけのために紺のこの鉄鋼脚板というものをつけて昔は旅をしたんだそうでしてある江戸の商人が旅をしておりまして山の中に踏み迷いましてさあえらいことになったこんなところでもって日が暮れてしまったらば出ることも引くこともできないどっちへ行ったらいいんだろうとぼ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 独り言を言いながらと向こうを見ますと辻堂が一軒辻堂と言いましてもこれは名ばかりでございますもう半分以上は壊れかかっておりましたあそこへ行ってわらじの紐を締め直しながらこの考えようというので辻堂へ寄ってまいりますとその壊れかかった辻堂の縁に腰を下ろしました一人の男年の頃なら35、6目の鋭い鼻のツーンと高いもう口がいくらか大きくできておりますもう顔中ひげだらけでございます脱退前の男子みたいな顔をしておりましたはと言いますと元の色なぞは何もわからない今朝衣を身にまといまして
頭はと言いますと、いがぐり頭というやつで、触ったら痛いんじゃないかと思うような頭。手を膝の上に組みまして、目を半眼に閉じて、盛んに何か呪文を唱えております。少々お伺いをいたします。旅のものでございますが、道に迷って難儀をいたしております。村の方へ出る道、宿屋のある方へ行く道をご存知でございましたら、教えを願いたいのでございますが。これは失礼をいたしました。お話に聞きますと、無言の行中という行があるそうでございます。お行中に声をかけまして、お腹が立ちましたらお許しを願います。お口を聞くことがお行中でできないのでございましたらば、あちらへ行け、こちらへ行けと指でさしてくださるだけで結構でございますので、教えを願います。何を尋ねましても一言も口を聞きませんで、盛んに何か口の中で呪文を唱えて。旅人があまりしつこく聞いたもんですので、そのお坊さんが目をぐっと見開きました。その旅人の顔をぐっと睨んだ、その顔の恐ろしかったこと。頭から水を浴びせられたようにザーッといたしました。もう無我夢中で駆け出してどこへ行ったのか分かりません。ほっと気がつきますと、向こうに一軒のあばら屋が、ちょうど角口に老婆が一人立っている。少々お伺いをいたします。旅のものでございますが、道に迷って難儀をいたしております。村の方へ出る道、宿屋のある方へ行く道がございましたら、教えを願いたいのでございますが。おめえ様何け、山の中で道に迷って何をしていなさる。そらまあ入り込んだの。宿屋の方さ行く道ったっておめえ、あの山三つ越えて向こうさ行かねば宿屋のあるとこさ出ねえだよ。はあ、あの山を三つ越えて。途中は大層寂しいところでございましょうな。それがおめえ様、絵描くにぎやかだ。あの山越えがにぎやかでございますか。にぎやかだのなんだのって、途中で狼は出てくる、熊は出てくるな。うん、オロチなんてな、たまに特別ゲストで出てくるだろう。そんなもんに出られちゃ困りますんで、いかがでございましょう。どんなところでも結構でございますので、一夜の宿をお願いをしたいのでございますが。山ん中で道に迷ってる人だ、止めてやりてえのは山々だけんどもな、実はおらとこの娘が一人病気でもって寝ているだよ。うん、おめえ様止めて、後で世間へ行って、あそこさ止まんなければあんなおっかねえ思いをしねえで済んだと言われるのがつれだでな。すまねえけんど止めることはできねえだ。それでは、その娘さんのお病気の看護の手伝いをいたしますので、そこをなんとか一夜の宿をお願いをしたいのでございますが。ダメだよ、今も言う通り、あそこさ止まんなければあんなおっかねえ思いはしねえで済んだとおめえ様思うべ。それ言われんのがつれえだ、止めることできねえだ。先ほどからおっかないおっかないということを申しておりますけれども、こんな山の中でうろうろしている怖さに比べれば、少しぐらいの怖さには我慢ができますので、世間でしゃべるなと言われれば、口が縦に裂けてもしゃべることはございませんで、ご無理を承知でお願いをするのでございます。一夜の宿をお願いをいたします。まあおめえ様なんだ、話の様子じゃ江戸の人のようだ。顔見たところ正直そうな方だ。じゃあまあ念をさしてもらうけんども、おらとこで見たこと世間へ行って決して喋ってはくれるなよ。決してお喋りはいたしませんで、そうけいそんだりはこっちいらっしゃい。ああ、山ん中で道に迷ったらさぞ心細い思いしたんべ。山地は冷えるだ、いろりに火が燃えてるだ、
そば立ちて体抜く止めるといいや。ありがとう存じます。やっと生きた心持ちがいたしまして。でご病気の娘さんというのは、あそこに寝てんのがおらが娘だ、見てくんろ。さようでございますか。旅人が病んで寝ているという娘さんをひょっと見ますと、着ているもの、かけているものは粗末なものでございますが、ご器量はと申しますと、実にいい器量。こんな山の中でなんでこんな綺麗な娘さんが。色は病のために、まあ、白いのを通り越していくらか青みがかっておりますが、失礼でございますが、大層ご器量のいい娘さん、どういうご病気で。さあなあ、実はおらたちはこっからずーっと下の方に住んでたものだ。一年ぐれえ前からかの、娘がボン様こえボン様こえって言い出しての、医者様に見てもらったけんども、どんな病気だかわけがわからねえちゅうだよ。いくら薬飲ましても治らねえだ。いつかこれが村の衆に知れて、悪い流行り病でもあって、これが村中に広がるといけねえから、酷なようだけんども、病気が治るまでどっか外さ出ててくれって言われてな、連れ込んだけんども、娘と二人でこんな山ん中さ、この掘ったて小屋建てて、娘の病気治んの待ってるだ。おらこれの苦しみ取り除いてくれれば、どんなことでもするつもりでいるだがの。さようでございますか。それはさぞご心配なことでございましょう。お察し申し上げます。まあまあまあ、世間へ行って言ってくれるなよ。ところでおめえ様、腹減ってべえ。お恥ずかしい話でございますが、山の中をあちらこちらと迷ったものでございますので、だいぶお腹が空いておりまして、なんか食わしてやりていけんど、こんなとこだ、ろくなものはねえだよ。まともな飯なんざ何にもねえだ。もうどんなものでも結構で、麦でも何でもよろしゅうございます。麦なんておめえ贅沢なこと言うもんでねえだよ。おらたちは冷え食ってるだよ。冷え、カナリアみたいな生活を送ってんでございますな。もう冷えでも何でも結構でございますんで。そうけえ、ほんだりばなんだよ。いろりの横さ、冷えの増水ができてるだ。なに、米だってちっと目は減ってるだけんど、おかぼだけんどもよ、食うがいいや。おかずなんか出してやるべえの。どうでえおめえさま、イタチの味噌漬けなんか出してやるべえか。イタチの味噌漬けは私が結構でございますんで。きれいけ、いえ嫌いにも何も一度も食べたことはございませんで、さあご遠慮申し上げます。そうけ、だればどうだ、大玉じゃくしの佃煮なんざどうだ。それもよろしゅうございます。もうそうかに、おお、イナゴの佃煮ができてるだ。あれ出してやんべえか。イナゴの佃煮、これは私二三度いただいたことがございます。え、羽と足をむしりまして、お醤油を少し辛めにあれして、大変に香ばしいもんで、バカなこと言わねえもんだ。この年寄りが病人おめえ相手に片手間にやることだ。羽だって足だってつけたまんまだよ。中にはクソバッタも混じってるだよ。さあもう結構でございますんで。そうけ、おめえ何でも結構だ結構だって遠慮深いたちなんだな。そうだ、キュウリの塩漬けが使ってべ、今出してやるから。親切な老婆で、キュウリの塩漬けに冷えの雑炊、これは食べられたもんじゃございませんが、親切を無にしてはいけないというので、旅人は無理に一杯流し込みまして、ごちそうさまでございました。おりまおめえ様、もういいかに、口に合わなかんで、明日の朝になったらなんかおめえの口に合うものこしれえてやるべや。早く寝るがいいや。私起きておりまして、ご病人の看病のお手伝いを。気にすることはねえだ、疲れてべえから寝るがいいだよ。用があったら起こさせてもらうだで、
そこにむしろが下がってべ、その向こうがな、おめえ様一人ぐれえ横になるぐれえの板の間だけんどもな、そこでゆっくり手足伸ばして休むがいいや。さようでございますか。それではお言葉に甘えましてお先に失礼をさせていただきます。もしも何かご用がございましたらばご遠慮なさらずにお越しを願いますんで、ゆっくり休むがいいよ。お休みなさいまし。むしろを開けました。畳敷き二畳敷きぐらいの板敷きがございました。旅人は木の実木のままでそこにごろっと横になる自分の着ておりましたカッパを上に羽織る。旅の疲れが出たと見えてぐーっと寝込みました。やがて夜がだん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 更けてまいりまして、まあ普通でございますと八つの鐘がボーンと聞こえるような時刻でございますが、その鐘の音も聞こえないような山の中、しばらく経ちますと寝ていた娘さんが、さも苦しそうにうなり出します。その声で旅人はほっと目を覚まします。馬鹿に苦しそうにしているけれども、どっか痛いのかしら。むしろの隙間からこう覗いてみますと、娘さんの枕元、年の頃なら35、6、目つきの鋭い、鼻の大きい、口の大きい、顔中ひげだらけ、着ているものはといいますと元の色もわからなくなりました、今朝衣を身まといました。頭はといいますと胃がぐり頭の坊さんが、片手をが片手で娘さんの顔を撫でるでもなく、さするでもなく、盛んに口の中で呪文を唱えて、恐ろしいことがあればあるもんだが、待てよ、あの坊さんはどっかで見たことのある坊さんだが、どこで見た。昼間あの壊れかかった辻堂のところにいた坊さん、はあ、恐ろしいことがある。頭からカッパをかぶってガタ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 震えている。やがて東の空が白んでまいりました。カラスの鳴き声などが聞こえてくる。覗いてみますと坊さんの影形も見えません。もう寝ちゃいられませんで、おはようございます。終わり旅の人でねえか、鋭角早いな。もっとゆっくり寝てるがいいや。お察し申し上げます。おめえ様何け、昨夜のあれをご覧なすったか。拝見をいたしました。さぞお苦しみでございましょう。昨日もおめえ様に話した通り、あのざまだな。恐ろしいことでございます。おっかさんにこれは固いお約束ができかねますけれども、もしかいたしますと私はこの娘さんの苦しみを治してあげることができるかもわかりません。おめさま何け、おらの娘のあの苦しみ治してくれることができる。ありがてえ、今度おめえが娘のこの苦しみ治してくれたら、おらどんなことでもするだ。なんならおらのこの体おめえにやるべ。何言いなしません。固いお約束はできかねますが、しばらくお待ちくださいまし。何を思いましたが、カッパを身にまといますと、昨日の道は辻堂のところまで戻ってまいります。ちょっと辻堂を見ますと、昨日の坊さんが盛んに目を半眼に閉じて呪文を唱えている。旅人はその前へつかつかっと寄りまして、おう坊さん、ひでえお人だな。江戸を離れて幾十里、この山中に踏み迷い、御坊の姿ここで見て
やれ嬉しやと尋ねてみたが、返事もしなけりゃ教えもしねえ。体つ三部に怖さが七部、闇雲に駆け出して助けられたるあばら屋で娘の奇病を耳にした。夜の夜中の八つ過ぎに病んでる娘の枕元、おめえの姿確かに見たぜ。人を助くが失家だと親にも聞いた、人にも言った。そのおめえさんがどんなわけか知らねえが、あんまりむごい仕打ちじゃねえか。おう坊さん、かわいそうにな、あの娘さん今朝夜の引き明けに死んじまったで。娘は死にましたか。初めて口聞きやがったな。死んだ、殺したのはてめえだ。娘は死にましたか。言う途端にこの坊さんの体がぐず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 崩れたかと思いますと骸骨になりました。さあ驚いた旅人が取って返した掘ったて小屋行ってまいりました。あれまおめえ様どうしただよ。やにまあ青い顔してよ、どうしただ。そんな方どうでもよろしゅうございます。娘さんのご容態はいかがでございます。さあそれが不思議なことがあればあるもんだ。今ちょっと目だったよ、寝ていた娘がむっくり布団の上さ起き上がって、おっかさんおら今まで何してたんべ、腹が減ってなんねえからおまんまにしてくれ、やにまあ元気になっただよ。どういうわけだんべ。さようでございますか。実はこれこれこういうわけでと今までの顛末を語って聞かせますと、恐ろしいことがあればあるもんだ。なんかわけがあってその盆様はおらとこの娘にたたってただな。病気でなかったりばこんなところにいることはね、すぐに紫いられればなんね。旅の人すまねえけんども、おめえ様行きがかりだけんどもよ、このことを一緒に村さ降りて村の衆に話してもらうわけにはいかなかんびいかの。結構でございます。私も行きがかり上、それではお話をさせていただきますと後片付けがございますので、翌日になりまして3人で村へ降りてきて村の者にこのことを話をいたしますと、そうけ不思議なことがあればあるもんだ。いやーなんだぞ、ここ一年ばかりなんだ、畑のもんも田んぼのもんも育ち悪くてよ、いくら手入れたって何にもならなかっただ。昨日の昼頃からだよ、やはり畑のもんも田んぼのもんも青々し始めてさっき言ったらおめえキュウリなんだ、こんなでけえキュウリになってんだ。ヘチマみてえなキュウリだ。カボチャなんてのおめえ石臼みてえなカボチャができてるだよ。そらなんだ、娘一人にたたってただね、その盆様は村にたたってただな。諸屋様と話して壊れかかったその辻堂を直して盆様は祀ってもらうべ。おめえ様はなんだ、村救ってくれた命の恩人だ。ゆっくりしてってくんろ。村中挙げての大歓待でございました。ある日のことをおっかさんが村の主だったものを連れまして旅人の前へ出てくる。こねだまあいろいろと娘の命助けてもらってありがとうごじえます、村の者とも話をしたんでごじえますが、秋姉の都合で月に一遍か二遍ぐらい立ち寄ってくれればいいけんども、どだんべえな、おらのこの娘嫁にもらってもらうわけにはいかなかんべえか、相談を持ちかけられました。ひなにはまれな良いご器量でございます。ましてや一人者の帰参寺、生き馬の目を抜くような江戸に住んでいるよりもこういうところで生涯のんびり暮らしたらいいだろうというので承知をいたしました。さあ吉日を選んで村中総上げでもって立派な結婚式を挙げる。式が済みまして床坂月も済み、いよいよ男入りでございます。おっかさんが二人の前から部屋を出ようとする途端に天井裏でもってネズミがガタ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 騒ぎ出しました。その途端に天井の板の間に挟んでありましたネズミよけの伊賀栗、栗の伊賀がこの娘さんの頭の上にコツン。痛い。は
張り回ぶにだな。旅の旬見とくんど、娘のおでこの上さよ、ネズミよけの栗のイガが落っこってきただよ。しつけ坊さんだな。まだイガ栗がたたってやな。